皆さんこんにちは。今日は久しぶりにゆりかごめに乗ってお台場を目指します。夏場にはイベントも多く、友達や家族と来る機会も増えそうですね。お天気もとってもよく、お出かけ日和なので一日楽しみたいと思います。まずは1回フードコートで軽く糖分摂取を目論みます。ずらっと並ぶ食品サンプルはいくつになっても見ていてワクワクします。生地にこだわりがあって、どうやらもちもちタイプのようですね。この日は初夏のような暑さで、アイス入りのクレープがとっても美味しそう。さらにベリーはフローズンのようなので、ベリーのクレープにアイスを追加トッピングしてグレードアップ。種類がたくさんあって迷いますが、お食事系のクレープはないようです。アイスカッチンカッチンだから。本当？ほら沈んでけ。あ、本当だ。もうちょっとしてからに。そしたらあれか、ホイップが溶けちゃうか。冷凍なんすわ。そうそうそう。ムンには衝撃が走りましたが、暑がりな私は大満足。もちもち生地にたっぷりのフルーツとホイップがぎっちり、ボリュームがあるのにあっさり食べられ美味しかったです。アクアシティはお台場海浜公園に隣接し、レインボーブリッジも見えて眺望は抜群。映画館も備えているので、一日たっぷり遊べそうです。アクアシティからフジテレビを挟んで徒歩で行けるダイバーシティ。あのガンダムもこちらにあります。一度は見てみたいと思ってたんですよね。ポップで可愛い見た目のソフトクリームや綿あめを大胆にトッピングした商品が大人気。私たちも並んでみました。ソフトクリームに綿あめのトッピングを注文。隣の巨大な綿あめは単品サイズで、縁日とかで売っているサイズではありません。でっかい。潔いほどの鮮やかカラーに童心に帰ってワクワクしてきます。やっぱだね。下こうなってるよね。甘い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 よね。久々に食べたなっていう。一緒に食べるとちょうどいいんだね。そう、今回抹茶とさ、シーな、なんとかっていうやつにしたけど、これがいいと思う。甘っ。砂糖だからね。しょっぱしょっぱ苦いじゃん。うん、これが甘い甘いし、ともしかしたら辛かったかもしれない。フードコートでは食べきれなかったお子さんの分を手に格闘しているお父さんとお母さんの姿が、 2,3 人でのシェアがおすすめです。サンリオグッズがひしめく可愛いが詰まった空間、その一角に休憩にぴったりなカフェスペースがあります。ソフトクリームやドーナツ、そして名物はハローキティのこんがり焼き。店内で焼き上げるこんがり焼きが甘い香りで足を止める人が続出。続々と焼き上がるこんがり焼きを求め、そのまま列ができていきます。特に海外の方が多く並んでいました。お台場全体で見ても海外の方が多くいらした印象でした。1個のサイズは手のひらで転がせるほどの一口サイズ。3種類の中からチョコレートフレーク10個セットをチョイスしました。うまっ。おいしい。おいしい。
可愛いしね、うん、一口サイズでパクパク食べられ軽くて持ち運びも便利、ちょっとつまむのもお土産にも最適です。アクアシティの横に並ぶデックス東京ビーチに移動して眺望抜群なビュッフェを楽しみます。休日のディナータイムで大人2748円でした。東京湾に浮かぶ豪華客船をイメージした店内は席数も多く、何より眺望が最高で夕映えがすごく綺麗でした。メニューはベーシックなパスタやピザ、シチューやご飯系が揃い、お子様連れでも困らないラインナップです。ビュッフェ台のすぐ後ろで調理をされているため補充もすごく早いです。メニュー数としては十分満足できる品数だったと思います。時間制限も2時間あるため、あまり気張らず落ち着いて景色を楽しみながらの食事に最適です。デックス東京のグルメフロアの中でも一番奥に位置するためか、席数も350席以上あって並ばず入りやすいかと思います。和食はうどんやおかず系が少々、メニュー数は多くはないです。珍しいなと思ったのはうどんの薬味が結構豊富なこと。パンは横のアラジンでトーストできます。店頭のおすすめメニューにあったローストポークはこちらです。すごく美味しそうです。デザート類は正直に言ってそこまで心惹かれるものはありません。アイスがあったのでそちらの方がおすすめでした。ドリンクバーはビュッフェとは別料金でプラス325円でソフトドリンクが飲み放題です。サラダの種類は豊富で、冷菜類もこちらのコーナーに並んでいます。ドレッシングは3種類あり、今回はシーザードレッシングにしました。個人的にはごまドレッシングがあるともっと嬉しかったですね。中太麺な焼きそばと鍋いっぱいにお肉がゴロゴロ入ったビーフシチューを取ります。こちらはニンニクの匂いが食欲をそそるペペロンチーノです。パスタは3種類あり、すべて同じ少し太めの麺でした。盛り方が汚くてすいません。そして大きなフライドチキン。お腹が空いているのでメイン料理をこれでもかっていうくらい持ってきました。ローストポークは柔らかく臭みもなくてしっとりしています。こちらの冷菜はぷっくりしたアサリがたっぷり入っていて味もしっかりしています。甘みのあるかぼちゃは皮まで柔らかくて美味しい。そして特におすすめなのがこのフライドチキンです。サクサクな衣とジューシーなチキン、油っぽくないのに味は濃厚で最高でした。そしてこのビーフシチュー、厚みもすごいあるしね。でかいくせに柔らかい、それ大事だよね。ね、すごい美味しい。これもすごい美味しい。あたりに夕日が差し込み、夕映えの美しい東京湾はまるでドラマのようなロマンチックなロケーションです。一方その頃、私たちの第二陣はロマンチックとかけ離れた揚げ物炭水化物、すごく美味しかったチキンとビーフチューを中心に一面茶色の世界を作っています。薬味やトッピングが豊富でお好みの冷やしうどんが作れます。大根おろしを大量に入れたせいかつゆが少なくなってしまいました。さっぱりするので合間に口直しとしても良かったです。高層ビルの合間に沈む夕日を眺めながらのお食事になりました。市場前に移動して時刻は夜11時。私は夜泣きそばが初めてだったのでとても楽しみにしていました。ラピスタ東京ベイホテル名物の夜泣きそばは宿泊者無料のサービスです。ちなみに大浴場は天然温泉で泉質最高、歩き疲れた体が癒されていきます。寝る前に夜泣きそばなんて最高すぎますね。館内のどこからでも夜景が素晴らしく、
なんとかうまく取ろうと試みるも、なかなかうまくはいきません。ここは本当におすすめのホテルです。スープはあっさりとした醤油味で、昔食べたようなちょっと懐かしい味がします。寝る前に食べるにはちょうどいい量で、あとはお部屋で寝るだけです。明日の朝が本命なので、朝食に備えてしっかり寝ます。次回の動画では大人気の朝食を詳しくお伝えいたします。いかがでしたか？大型施設がまとまり、買い物もグルメもレジャーも丸1日かけても遊びきれないお台場で、適度に休憩を取りながら過ごす休日になりました。数年ぶりのお台場でしたが、とても楽しく過ごすことができました。それではまた次回お会いしましょう。